はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、外のバナーを買いましたので、はい、その紹介をしたいと思います。はい。で、これまではですね、家庭用のカセットコンロを使って、料理をしていました。はい、まあ、キャンプでもお家でも使えるような大きい、ちょっと大きめのカセットコンロですね。うん、で、それをキャンプに持っていきたくて、よりコンパクトにして、まあ、バッグに入れたりとか、まあ、そのキャンプで普通に料理で使ったりとかっていうのを想定して、外っていうメーカーのシングルバーナーを購入しました。はい、うん、で、それがこちらになります。で、今回購入したやつは、外のシングルバーナーの301のアマゾンモデル、で、モノトーンって言って、フレームっていうかちょっとこう黒っぽい、かっこいい感じの、バーナーになります。へー、限定なの？うん、アマゾン限定。で、まあ、通常で買うと、ちょっとシルバーを基調とした、まあ、色のものなんですけど、その限定だと黒っぽいイメージで、まあ、でも若干ちょっと高いです。1000円ちょっと。あー、そのシルバーからしたらね、1000円はしてないかな、まあ、ちょっと高いです、ね、せっかく買うんだったらかっこいい方がいいかなと思って、ちょっとかっこいい方、黒い方を買ってみました。はい、こういうのだって長く使うしね。そうそうそう、すぐには買い替えないもんね。はい、じゃあ早速開けてみましょう。はい、わ、初めて、見てなかったもんね。うん、初開封。はい、じゃんじゃん。で、この ST301 っていうモデルはですね、バーナーとガスボンベが分離する分離型のものになります。ああ、はいはい、そうそう、お、直接つけるんじゃなくてね。そうそうそう、はい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 、なるほどね。お、こういう感じ。こっちがあのボンベのつけるやつで、ここに足がついて、あ、こうなるんだ。ここにほら、CB 缶がこうきます。はいはい。CB 缶が来て、こういう風に置くことができますね。で、付属品として、このようなケースがついてます。早速開けようか。うん。もうどうせ直すしね。うん。え、これに全部入るの？入るんだって。ほら、ここに外って書いてある。うん。ちょっと表面がツルツルした、しっかりしたケースになりますね。ケースっていうか布だね。うん。うん。ナイロン。うん、ナイロン系だね。ポリエステルなのか、ナイロンなのか。なんだこれ。あ。髪の毛が。髪の毛が。髪の毛が入ってた。DNA 鑑定に出さないといけないね。はい。で、本体の方はこのようになりますね。かっこいいね。うん。全体的に黒で、うん、で、これを広げると、ここにほら、こういうふうに切り欠きがあるじゃん。うん、こういうふうに切り欠きがあるんですけど、ここにこういうふうに。ああ、カチャって。そうそうそう、落としてあげて、こっちも、ここの切り欠きに落としてあげて、そうなんだ、ここのネジで挟み込むんだって、こういうふうにほら。ああ、それで安定するんだね。うん、だって。へえ。よく作られてるね。そう。で、これで、いろいろ調べてね、よくありがちな事故が、これ、点火用のスイッチ、火花がここから出るんだけどさ、これを、こういうふうにし忘れて、火をつけてこれを溶かすっていう事故が多いみたい。あ、忘れそう。これを下ろし忘れるんだって、こういうふうに。え、下ろし忘れたらどうなの？ここが溶けるって。溶けたらどうなんの？溶けたらもうライターでカチッってやらないといけない。ああ、そうなんだ、みたい。だからまあこういうふうにするのを忘れないように。心配だなこれ。うん、でこういうふうに置きますと、ここのはまず五徳の外径ですね、が 200mm、五徳のこの外径が 200mm ありますね、で中が約 50mm ですね、で250倍までの直径250センチまでの鍋が使えるものになります。はいはい。で、足もね、こういうふうに広いので、もうすごくね、安定感があります。ね、そう。安定感があるんですよ。すごい安定してる。あ、でもちょっとこのゴムがひっくり返ってた。
でもしこのほらゴムとかさ、うん、これを紛失した場合は単品で売ってるからさ、うん、買えるの部品交換が、うん、できます。それはいいね。そうそう。でね、うん、実はねこれともう一つレギュレーターストーブっていうのがあって、うん、あのフュージョン、うん、ST330 っていうものですね、うん、割と最近出たもので、うん、でそれとこれとねすごく迷ったの、うん、でまあ結果的に何が決め手になったかというと、うん、低重心で大きな鍋が使えるっていうところで、うん、うちはこれを選びました、うん。まあそのキャンプにおいてさ、やっぱり不安定な場所で料理をする可能性もまあなくはないし、うんうん、あのガタってこうテーブルが動いたりした時でもまあ安心じゃん、うん、だからうちはまあこれを選んだんだけど、うん、そのもう一つのフュージョンっていう ST330 っていうものなんですけど、うん、それはねあのなんていうのかな、ここのね樋口が、うん、ここのこの樋口がまあちょっとちっちゃいですけど、うん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 、このちっちゃい穴が無数にあってね、うん、あのレギュレーターっていうのが搭載された分離型のストーブなんだけどさ、うん、あの火がねすごく安定しやすくて、うん、温度が低い気温が低い時でも、うん、安定した火力で調理ができるんだって、うんうん、でここの作りがちょっとこう、うん、あの風に強い作りになってるらしいわ、うんうんうん、だから安定感を取るか、うん、その安定した火を取るか、うん、でなおかつもう片方のそのフュージョンっていう方はね、うん、あの火をつけた時に炎がね、うん、こうなるんだって、こう、はいはいはい、わかる、うん、ちょっと火柱、そうそう火柱みたいな感じで、うん、でもこれはほら見ての通り外の方にちょっと向いてるでしょう、うん、中に鍋を置いた時に全体的にこう、はいはいはい、温めてくれる、あだから極端に言うとなんだろうな、まあソロとか、うん、ああいうのでまあ一人用ちっちゃい鍋とか、うんで使うんだったら、うん、そのレギュレーターストーブの方がいいかもしれない、うんうん、330とかね、うん、で家族とか大きな鍋とかを使うんだったら、うん、家族連れでね大きな鍋を使うんだったら、うん、こっちの方が向いてるんじゃないかなって僕は思います、うん、まあほら風防をこうすればさ一応まあ風はしのげるから、うん、まあ安定感とその低重心と大きな鍋を使えるっていうところではねメリットが十分にあるんじゃないかなっていう感じですね、うん、調べたね。調べました。わかりやすかったよ。はい。うん、こういうのはめっちゃ調べるからね。自分の好きなことだけ。だからよ。ほんとそうだよね。はい。で、一応 Amazon 価格なんですけど、うん、こちらのね、Amazon 限定のブラックのモノトーンモデルですね。うん、これが9350円ですね。はい。で、シルバーの方が8800円。うん。で、さっき言ったあのレギュレーターストーブですね、うん、マイクロレギュレーター搭載した分離型ストーブ ST330 なんですけど、そちら Amazon で9900円、まあちょっと高いんですけどね、うんうんうん、そうか、そうなんかまあ用途によって、うん、そのやっぱ購入するあれが分かれるかもね、うん、これにするか、うん、もう一つのそっちの方に330にするかね、うんうん、まあ料理を結構ガシガシやるんだったらこっちの方が向いてるんじゃないかなって、まあ、僕は思う、うん、ということでですね、うん、今日はまあお試しということもあって、うん、今からですね、はい、あのここにカセットコン CB 缶をですね、うん、こう入れて、うん、であのお鍋でホットケーキを作ってみようかなと思います、うん、はい、まあ、このね火がうまくこう伝われば、うん、ホットケーキはきれいにできると思うんだよね、うんうんうん、そうだね、ね、だからお試しでね、はい、ちょっとやってみましょうか。器具線つまみをオフ、右の方向に回らなくなるまで回して完全に閉じていることを確認します。ああこれでね、うん、やっぱりね、うん、ここの上のここをオフにして、うん、スタビライザーをカチッと言うまで約120度広げ固定します。これスタビライザー、うん、カチャって言うまで、おう、あ今だね、あこっちだよ、反対方向じゃん、うん、ボンベホルダーを右方向へ回らなくなるまで回します。ボンベホルダーこれだ、右へ回らなくなるまで回します。今だろうね、うん、オープンって書いてあるよね、あオープンって書いてある、あでもこっちに今回したっけ、こっちクローズド、こっちに回した、こっちに回したよね、うん、今、うん、で回します。あちょっと出たね、ここがね、ほら出てる、ここがさっきまで出てなかったよ。これがこのボンベの取り付け方法なんですけど、うん、ここのねちょっと一悶着あったんですけど、まずここのつまみをオフにします、うん、はい。
で、ここのガスボンベホルダーですね、うん、これを内側の方にね、あのオープンとクローズで書いてあるので、うん、オープンの方にいっぱい回しますね、うん、こっち方向かで、いっぱい回して回らなくなるまで、うん、そうするとここのですね、この見えるかな、プラスチックの爪がこの真鍮のね部分よりいっぱい出てきます、うん、で、この状態でボンベを差し込んで、ある程度ボンベが入った状態でこれをクローズの方に締めていくと、ボンベがね、あのこう引き込まれてだんだん締まっていく感じですね、うん、ちょっとこれやってみますね。ここにこういう風にちょっとカチャって硬いですけど、こういう風に入れます。カチャって言うんだね。うん、カチャって言ったね。それでこっちで締める方にね、うん、締めていくと、うん、だんだんボンベがこっちのあの金具の方に寄ってきます。うん、これでもう完全に密着できたかな、うん、で、これで OK だと思います。はいはい。ここオンにするの？うん、オンに回して。ちょっと、また出し過ぎ出し過ぎ。はい、じゃあちょっとテスト的につけてみましょうか。はい、じゃあまずここを少しオンを押して、いや、押すんじゃん。回して、うん、オン側にちょっと回して、オン側に回して、ここ、うんうん、うん、どうした、ついた、ついた、ついた。おー、すごい。で、これで火力の調整をするの。うん、でもそこまで、でもマックスしていい？マックスしてみよう。でも結構これ強いでしょ。だいぶ出てるよ。出てるね、うん、本当はね、うん、ああ、出てる出てる、すごい。いいですか、切って、わかるかな、切って見えてるかな。どこで切んの？いや、もう切っていいのって。切って、切っていいよ。切っていい、うん。え、嘘でしょ。そこで決めるわけないじゃん。だからだ。私が手をここにやってたから、どこで切るのって言ったんでしょ。うっせやろ、それボケたの？ボケた。嘘だろ、今ガチになって顔が赤くなってるよ。ガチのやつじゃん、それ。嘘でしょ。わかんないじゃん、だって最初はね。あるよね、たまにそんなこと。やってみないとわからないこともたくさんあるから。びっくりする、本当に。何がびっくりした？おもろ。何がびっくりした？今ガチだったよね。だって消していい消していいって言って、めっちゃここに指を置いてたもんだって。何するんだろうなと思ってワクワクしながら見たら、案の定カチッて押したもんね。よし、じゃあ仏結晶作っていこう。ちょっと強引じゃない、進め方は。一応テーブルが燃えないようにアルミのトレイを敷きました。ちょっと強くない？大丈夫？調整が難しいな、まだ初めて。慣れだね、うん、あ、でもなかなかのとろ火だね、今のこの状態ね、うん、でも温まってる。ホットケーキってやっぱさ、この火が当たる場所っていうのは焼けやすいんだよね、うん、だから火力が強い場所っていうのは顕著に出るんだよね。出るよね。ひっくり返しますよ。はい、いい感じ。いいね。うん、いい感じだ。本当にやっぱり火がいってるんだ。うん、火がいってる。火の微妙な加減がね。いや、もうあれが限界やな、でも。ああ、さっきの。うん。うん、今ぐらいだからね。もう消えるもんね。うんうん。もうちょっとちっちゃくできんの？いや、もうそれだとね、うん、消えるよ。超難しい。バイクが来たっけっていう感じで、ヘリコプターみたいな音がする。だからほら、こっちはさ、台形で安定感はあるんだけどさ、うん、もう一つのあのフュージョンの方はさ、うん、とろ火っていうのも得意なんだってね。ああ、そうなんだ、うん、なんだって。こういうものだけだと思うけどね。あ、まあ、ホットケーキに関してはちょっととろ火がいいかなっていう、うん、
ぱり今こいつはちょっと、うん、あの風には弱いみたいね。うーん、でフュージョン向きの人は、うん、火力よりも使いやすさ重視、うん、寒い季節とか、うん、まあ、若干風がある日なんかも使いたいみたいな人がフュージョンは向いてるみたい。うん、ああそうなんだね。うん、でもキャンプって風がねつきもんだしね。そう、どっちを取るかだね。そう、なんか安定感とかその全体的に火を行き渡らせたい、うん、ちゃんと料理を安心してやりたい人はまあこっち、うんうん、でフュージョンでまあとろ火とか、まあ、その大きな鍋を使わなくて、うんうんうん、とか、まあ、若干風のある日、うん、で温度の低い日なんかでも使う場合はフュージョン、うん、あ、すごい雪が降ってきた。でもホットケーキ三段重ねはちょっと高いわ。高さが。うん。一口でかい。おいしい。We'll be right back.